はいどうも、PM 通信編集部、な、コロ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 。はいどうも、PM 通信編集部、あさみです。よろしくお願いいたします。なんといきなりオープニングから、誰かのテキストに被るというね。はい。今回はですね、スプラトゥーン2で、鮭のアルバイトをリベンジしたいと思います。前回ね、鮭のアルバイト、サンウェーブまで生き残れなかったんでね。というか、前回のがすごい難しかったので、今回はね、簡単で、ありそうな感じだったんで、やってみたいと思います。はい。じゃあ行きます。あ、服装とか、結構可愛くなったでしょ。僕的には、これが今、一番可愛いかなと思っております。はい。まあ、ランクでね、解放していくみたいなんでね、まだこういうのしか着れないんですけど、結構かっこいいでしょ。結構ギアのね、機能としても結構使えるギアになっております。いいね。あ、いいね。タコですね。おぉ。タコもね、そのうちで、ダウンロードしたいんですよね。まあいいや。今日は、鮭やりましょう、鮭。おぉ、かわいいね、この猫ちゃん。いい落書きだ。そういえば前回のバイトの報酬はここで受け取れます。バイトの報酬はここで受け取れますのでね。終わったら終わったじゃなくて、ここちゃんと行きましょうね。こんな感じか。前回ボロ負けしたもんね。あ、なんかすごい、メットもらいましたね。おー、ヘルム。作業員的な。持っているギア、受け取るギア。イカダッシュとインク効率アップ。今はね、そんなに変えたくないので、これだな。はい。じゃあ、今日もバイト行きたいと思います。はい。鮭のアルバイト、かなり大変だったからね、前回は。夜の面が前回あったんですけど。で、もう一つね、エキストラステージ的な、ステージがあって、霧の面っていうものがあります。はい。で、さっきね、放送外でちょっと潜ってみたら、霧の面が出たので、もしかしたら霧の面今回出るかもしれませんのでね、ぜひ期待してください。はい。で、まあ、霧も闇も結構大変なんで、まあ、夜に比べて霧は優しい方です。はい。なのでね、霧が来たらちょっと見づらいかもしれませんけど、落ちないようにね、水に落ちないように気をつけていきたいと思います。はい、前回ね、半人前まで落ちちゃったんですけど、今もう一人前まで、戻しました。はい。今回来てる、ステージが、トキシラズイブシ工房ですね。はい。なんかプロペラを回してなんか床を移動させるような、ギミックがあるらしいです。で、支給武器、今回支給武器に助かっております。はい。ローラーでしょ、バケツでしょ、バケツっぽいやつと、モミジシューター的なやつと、ガトリングはね、ちょっと貯めるのに時間かかるんですけど、長い間撃てるので、援護射撃ですね。はい。で、バケツね、僕今回初めてさっき使ったんですけど、なかなかいい感じですね。道を作るのにいいですね、その一直線に。はい。まあ、ローラーはローラーでね、道を作る感じで、道を作るんですよ。そう。バイトのね、生き残る生存確率を上げるためにはね、まずタイルをね、ちゃんとしっかりしないといけない。ということで、道がね、重要なんですよ。で、まあ、若葉シューター的なやつは、まあ、攻撃に適してるかなと思っております。では、行ってみたいと思います。まあ、一発でね、サンウェーブ行ければいいかなと思ってます。さっきね、やったときはね、サンウェーブ、一発でいけてたんで、いけると思います。はい。今度はね、サンウェーブ、ちゃんと耐えて、報酬をがっちりもらいたいと思います。はい。ちゃんと金いくらもね、回収して。で、目標金いくらは、僕は6個ですね。6個にしたいと思います。10個とか言うとね、できなかったときにちょっとあれなんでね。はい。僕はね、やっぱりみんなの援護をします。はい。まあなんだろうな、レギュラーマッチでもそうですけど、やはりね、一人ね、メンバーにね、そういう援護をしてくれる人がいればね、かなりみんなは、安心感を持てると思うので、はい。もう僕よりみんなの方がね、みんな上手いので、はい。なので僕はアシストに回りたいと思います。だから足場とかね、ちゃんと塗っていきたいと思っております。
そう、前回本当必死だったからね、ちょっとお見苦しい点とかね、いろいろ間違っている言葉を言ってる可能性もあるんでね、そこはちょっと 申し訳ない。さあ、いきますよ。今回はサウンドウェーブ。おっと、いきなり最初からバケツですね。バケツは、まず道を作っていきましょうか。あ、ちょうどいいですね。ここに今、ボールというか、イクラのバスケットみたいなのが出たので、この辺に来ると思いますけど、来た。よし、来た。行くぞ。援護しますよ。とりあえず、金イクラが出たら、まず回収する前に敵を排除しましょう。オッケー。あ、ヘッド。よし、みんな助けていくからね、僕は。ちゃんと。仲間ですからね。ガチマーチとかじゃないから。なんであの子はいつも あっちに落ちようとするのかね。よしよし。なんで落ちているのか。なぜ彼は落ちているのかね。なぜ彼は落ちているのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。と、ありがたい。もうね。ほら、よし。OK。ちょっとね、一人やる気がないのかな。水に落ちまくってる方がいるんですけど。まあ、操作がわからないっていうのはまだ安心ね。そんなレベルでは人じゃなかった気がするんだけどなーっていう。OK。OK。これで。ああ、ちょっとね、バケツくんだとね、時間かかるんですよね。まあ、ノルマは達成してると思うので、大丈夫でしょう。よし。OK。OK。ちょっとね、一人やる気がない人がいますけど、まあ大丈夫でしょう。まあ夜、あ、来ましたね、夜。夜ね、チームワークがないと本当ダメなんでね。さっきの方がちゃんと、あ、モビリティシューター的な感じ？オッケーオッケーオッケー。やりやすい。これはね、自陣防衛がやりやすいかなと思うんですよ。はい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 、僕も行くよ。オッケー。オッケーオッケーオッケー、みんな拾って拾って拾って、みんな拾って、オッケーオッケー。僕はね、敵を倒しながら金いくらを、ローラーの人がすごい、ありがたいですね。いやー、だ早い。こいつ上に上がってくるの今早かったね。やられちった。誰か僕に気づいてください。あー、あたす。よし、入った。オッケー、入った。ここオッケー。オッケー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 。とりあえずね、あー、近くな。夜は耐えるぞ。もう大丈夫だ。アサミはもう大丈夫です。もう夜の仕事は大丈夫なんです。はい、夜勤もちゃんとこなしますよ。あばい。あだだだだだ、あまり行かない方がいいと思います。あまり行かない方がいいと思います。ちょっと邪魔が入るな。あだっす。やばい。今ちょっとスペシャル技を使おうと思ったんですけど、 A ボタンにしちゃった。押し込みじゃなかった。ちょっと。あだだだ。よし、 OK。 よし、 OK。ちょっとお見苦しいところ。押し込みなんだよね。スティック押し込み。今 A ボタン押しちゃったからさ、やられちまった。失礼。じゃあ僕ローラーなんでね。サウンウェーブ、今。サウンウェーブはちゃんと道を作りますよ、皆さんの。皆さんの帰ってくる道を。あ、やばい。OK。はい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 。やばい。OK。つらいつらいつらい。これはつらい。ローラーじゃこいつつらいな。ちょっと一度撤退します。でインクを貯めて、 OK。 仲間がいたね。よかったよかった。あれ、取ってないじゃん。
取ってないじゃん。取ったっけ今。見れなかったけど。来た、シャケだ。おっと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 。これは上に上がっておいての。オッケー。こういう感じで。そうよ、そうよ。こういう感じなんですよ。はい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 。オッケー。ローラーはね、みんなの援護をするんです。とにかく、みんなの援護をするんです。はい、ダメダメダメ。はい、ダメダメダメ。オッケーオッケー。はい、オッケー。ちょっとね、雨降らしさんがいるので、地面が、やばいんですけれども。オッケー。あー、変なのもいるね。オッケーオッケー。スペシャル技がたまんないな。あば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 。オッケーオッケー。あれ、なんでやられた。こうも、やべ、やっちった。はい、オッケーですね。ちょっと今向こう岸にいた仲間を助けられなかったんですけど、今回はね、結構頑張れたかなと。で、あさみん、前回のね、放送以降、夜の面を結構頑張って練習しました。はい、まあやっぱりね、武器ですよね。あの時はね、武器が本当に慣れてなかったので、はい。で、今回はまあ武器に助けられているところですね。はい。腕とかでもよかったんですけど、はい、もう一回行ってみましょうか。一発で、3ウェーブ行ったんでね、もう一回ぐらいやっておきましょう。さあ、今回はいい感じの流れですね。お、かずきくん、ゴーグルくん、4号くんですね。4号くん、うん、行ってみましょう。よろしくお願いいたします。マッチングした皆さんね、本当ありがとうございます。浅井もね、足を引っ張らないように頑張りたいと思います。なんか他の YouTuber さんはね、なんか武器を使ってみたを実践導入してね、負けたりとかしてるんですけどね、やっぱり僕はね、YouTuber としてはYouTuber としては自分で言ってますけど、皆さんを勝たせたい。そう、そう、僕はね、皆さんを勝たせるのが、目的だから、僕と当たった人は、あ、浅見さんだ、これは勝てるって思ってくれると、ありがたいです。はい、行きますよ。このガトリングね、結構長い間撃てるんですけど、ちょっと待ってくださいね。敵がちょっと早かった。オッケー。おっとー、攻め込まれているではないか。あばい、ちょっと足場が濡れてない。よし、 OK。 ここからね、結構届くんだよ。ほら、だからちょっとここで援護をしたいんですけど、インクがない。すいませんね、インクがなくて。今行くぞ。どこですか、あれ。 OK。こりゃ、こうやって操作しておけばね、味方が拾ってくれたときに結構役立つんですよ。 OK。 OKOK、 ヘルプが来た、ヘルプが来た、ヘルプが来た。どうでしょう、どこだ、助けたらもう。ほら、行かせないぜ。あー、4号くん今落ちちゃいましたね。オッケーオッケー。オッケー、これはなかなかいいんじゃないかな。でもイクラがちょっと足りないかな。オッケー、なんとか、あとは耐えよう。オッケー。はあ、さあ、ウェブ2ですね。よし、僕は攻めましょう。今、ガトリングだったから、ちょっとあえて攻めなかったんですけど、この武器だったら攻めます。で、足場をちゃんと塗っていく。さあ、霧の面出るかな？皆さんにちょっと霧の面っていうのをね、見せられたらいいかなと思ってるんですけど、はい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 。はい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 、って回すってます。これね、結構弾の数多いのでね、大丈夫ですよ。そう簡単にね、玉切れすることはない。おしゃ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 。おしゃ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 。めちゃめちゃ来るな。ちょっと、一旦待機します。ちょっと辛い。あれはちょっと辛いな。
はい、オッケー。オッケー。あべー、あー、ちょっと抑えたわ。ああ。まあいいや。とりあえずこれ回収して。オッケー。後ろから撃つぜ。ナイス。おっと、やかん？やかんじゃない。鍋がいる。鍋がいる。オッケー。あー、やばい。よし。なんとかね、壁にこうやって作るのもありですからね、皆さん。で、今、ちょっとミサイルポットで狙われているので、逃げましょう。とりあえず逃げましょう。よっしゃ、ほい。てぇ。オッケー。とりあえずね、貢献してる。よし。オッケー。溜まってる。レベル2クリアですね。いやー、大変だ。ちょっと窓開けっぱなしにしてるから、ちょっと外の音が聞こえるかもしれませんが。そこはね、ご愛嬌ということで。よし。で、ローラーなんで足場を作っていきますよ、皆さん。よし、みんなナイスを送っている。ちょっと気づかなかった、今。今ちょっと気づかなかったね。はい、行きますよ。あっちだ。オッケー、任せて。これ行きますから。よし。うまく避ける。オッケー。これでもう一回目を打って。えい。で、潜る。オッケー。みんなの帰り道は僕がね、やりますから。やばい、これはまずい。ほい。オッケー。後ろの総ダッシュをね、なんとかやればOKです。オッケー。あれどこだっけ？あった。オッケー。僕はちょっとこれを、雨降らしか。ちょっとめんどくさいやつがいるので、はい。あ、だ。まあ、とりあえずね、仲間は助けてくれるでしょう、僕。あざす。えい。オッケー。これでね、仲間とのチームワークを助けますよ。私は！オッケー！結構強いね、このローラー。僕も一個取りたい。オッケー！食らいやがれ！おっしゃー！負けたね。ちょっと負けたね。うちの違いだ。助けてください。オッケー、ありがとう。へい、うわいやがれ。これ引けると気持ちいいね。おい、ほら。何をするな。おい。OK、ありがとうございます。いやー、みんな強いですね。ちゃんと仲間も助け合ってくれて。もう最初、水に落ちまくる方がいたので、どうなることやらと思いましたけど、みんなね、最終的にはね、仲良く絆が、芽生えたんじゃないでしょうか。さあ、アサミの貢献度は、まあそこそこですね。ちょっとやられまくった感じがしますけど。いや、でも、切り出なかったね。ラストもう一回行きましょうか。はい。なんか、今日は調子いいぞ。はい。ラストです。ラストね、いいメンバーで行きたいね。キノピー宇宙人。ミニオン、オイラッチ、ちょっと名前が言いづらいんですけど、よろしくお願いいたします。はい。はい、毎回マッチングしてくれてありがとうございます。はい、頑張りましょう。私もね、皆さんが金いくらを取れるように頑張りたいと思います。はい。僕はね、自分にこだわるのではなく、皆さんにね、勝利を与えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。だからね、基本的にすごいプレイはできませんので、そう、アサミはそんなに上手くないんでね。さ、夜かな？大丈夫か。まあ、とりあえず、バケツなんで、道を確保しておきますよ。さあ、そろそろ来るんじゃないか。来てる？来てますか？皆さん。誰かカモン言って、あ、来てる。おっ、この、入らせんぞ。はい、バケツでね、道を作っていきますよ。さあ、
ウィー、はいはいはい、はいさよなら、はいさよなら、はい、追いかけられるかな、ちびっこ、ケイ、あれ、ちびっこ来なかったあれ、ちびっこ来なかった、よしよしよし、おっと、一回気づくと結構あれだね、おっと、そうはいかないよ、アサミはみんなに勝利を渡さなければいけないんだ、あいだだだだ、やばいやばいやばい、これはやられる、おっと、あっと、こっちがちょっと汚いね、こいつちょっと汚いね、こいつちょっと汚いね、はいはいはい、とりあえず、あーだし、助けてー、よし、とりあえずね、金いくらをね、あのノルマまで貯めないといけないので、あいつ逃げやがった、くそ、オッケー、うわー、こっち投げてくる、はい、隠れる、はいはいはい、あ、撃ってますよ、僕撃ってますかよ、撃ってましたよ、僕オッケー、あー、ちょっと戻れないかな、ちょっと僕は戻れないね、ありがとうございます、皆さんすいませんって、よし、ちょっとあいつ最後に倒しちゃったからね、よっしゃ、来た、とりあえず夜にはならないし、霧にもならないのかな、これは。まあ、それはそれでね、なかなかいいんですけどね、僕には。霧の面がね、ちょっと見せたかったな。なかなかならないんだよね、霧の面。お、いいね。ナイス。よいしょ。はいはいはい。あ、雨降らしがいる。雨降らし。OK。ナイス。はい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 、ヘッドショットを決めていく、これヘッドショットとかなんかあるんですかね、 OK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  後ろは俺に任せろ後ろは任せて OK 前だけ見ている、ちょっとねうまく使えなかったね今のセリフよし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 、行くぜ行くぜ、開けろ開けろ、よっしゃ、あわー、ダンス下から食われた、ちょっと今のは見れなかった、失礼、ごめんね、金インフラを持っているあの僕は後で助けてくれた、いいんだよ、Thank you、あばばしあばばあんだだし、任せろ、食らいやがれ、 OK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 
ちょっとミサイルポット君がうざいな。助けて、助けて。オッケー。あと防衛戦だ、防衛戦だ。オッケー、ちょっとそこのデブッチョ待ち上がれ。ちょっと待ち上がれ。オッケー。さあラストステージ。おっと、これはローラーですね。ちょっと道作っていきますね。はいはい。あ、ちょっとキリンにはならなかったけど、まあいいでしょう。これをねクリアして、終わりたいと思います。頑張るぞ。お、あっちにいる。オッケー、任せろ。アサイも助けに行くぞ。よし、危ない、危ないよー。みんな後ろは任せろ、前だけ見てよ。オッケー、オッケー、あざし。オッケー。あ、これ縦振りが遅いのか、逆に。このローラーね、ちょっと縦振りが遅いみたいだ。あ、ふえ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 、オッケー。ちょっとインクのところまでいけない。よし、ちょっとインクを作っていくと、あーやばい、これはやばいぞ、超絶やばい。おっと、こういう時はね、逃げるのが勝ちなんですよ皆さん。こういう時は隠れておき。 OK、 OK で、こうよ、どうよ。あ、ダメ。あれダメ。 OK、 ここら辺ちょっと塗っとこう。
はい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 、乗りますよ。はい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 、倒さないとね、倒さないとね。はい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 、オッケー、倒した。はい、これも掃除しとかないとね。このちょっとの、よし、オッケー、ナイスナイスナイス。アババシャス、アバババシャス。最終的にやられちゃいましたけど、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。浮き輪で飛んでいきましょう。オッケー、今日のバイトはちょっとね簡単だったね。うん、ちょっと大変だったけど、前回に比べては結構いいんじゃないでしょうか。なのでね、PM アサミを見かけたら、お、これは勝てると思っていただければ、かなりハードルを上げていく。はい、僕はアシストしていくからね。実況中はね、アシストしていきますけど、放送外では、本当に攻めていきますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、いかがだったでしょうか。さっき、鮭のアルバイト、鮭のアルバイトって言ってますけど、熊さん紹介のアルバイトですね。はい。正しくは。僕は鮭のアルバイトって言ってますけど。はい。今回はね、支給武器が本当に優しかったかなっていうのがありますね。で、ガトリングもね、ちょっとチャージ遅いんですけど、長く打てるし、威力も高い。ということでね、なかなか今回の、今日のアルバイトは、簡単だったんじゃないかなと僕は思います。はい、なのでね、皆さんもぜひ鮭のアルバイトやってみてください。で、やるときは皆さん、仲良く助け合って、やりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっておりますので、説明欄からぜひフォローよろしくお願いいたします。では、また次のスプラトゥーン2で、またね。